カラブリア沖海戦。カラブリア沖海戦。プンタステロ沖海戦は、第二次世界大戦中の1940年7月9日に、イタリア半島のつま先である、カラブリア半島沖の東 48km で、イギリス海軍備、オーストラリア海軍の艦艇からなる、連合国艦隊と、イタリア海軍の艦隊の間で行われた海戦。イギリス側は、カラブリア海戦。バトルオブカラブリア。 イタリア側は、プンタスティーロ海戦、ベタリア・ディ・プンタスティーロと呼称した。日本では、カラブリア・岬沖海戦、と表記する場合もある。連合国側の艦隊はマルタからアレクサンドリアへ、向かう戦団の護衛、MA の作戦のために、イタリア側の艦隊は、北アフリカへ向かう、戦団護衛のため出撃したものであった。カラブリア・沖海戦は、 主力艦に撃沈された艦艇はないものの、両軍は多数の艦艇を投入していたため、地中海における主要な海戦として数えられる。両軍は勝利を宣言したが、実質的に引き分けであった。しかし、この海戦以降、イタリア海軍の主力部隊は基地から出撃することを躊躇し、逆にイギリス海軍は積極的な作戦行動を行う,うになった。 イタリアは多くのヨーロッパ諸国と同様に1941年まで第二次世界大戦は起こらないだろうと予想していた。しかし、ドイツ軍のフランス侵攻でフランス軍が劣勢になるとイタリアはドイツの成功に乗じ、1940年6月10日にイギリス・フランスに対して戦線布告、イタリア本土から南フランス及びリビアからエジプトへ侵攻を開始した。 しかし、リビアに配備されていたイタリア陸軍は戦闘準備ができておらず、在リビアの陸軍、空軍への補給作戦を実施する必要を迫られた。7月6日、ナポリとカターニアから兵員や戦車などを乗せた5隻の船団がトリボリー機を装いつつ、ベンガジへ向けて出発した。護衛には、軽巡洋艦、バルトルメオコレオウに、序盤に出ればんで寝れ。 駆逐艦4隻、隻水雷艇6隻が当たる。一方、イギリス軍側では6月の MA3、作戦中に発生したエスペロ戦団の戦いの結果、マルタから出発するはずであった戦団が閉じ込められていた。このため、アンドルー・カニンガム中将を率いるイギリス海軍、地中海艦隊主力をアレキサンドリアから出撃させ、その護衛の下非戦闘員などを乗せた二つの戦団、 MF1 戦団と MS1 戦団をルタからアレキサンドリアへ突破させるという計画が練られた。作戦名は MA5 作戦。イタリア軍情報部は MA5 作戦を掴んでいた。さらに、マルタに到着した駆逐艦2隻を巡洋艦と誤認したこともあり、先に挙げた直接の護衛部隊以外に艦隊主力を2つに分けて出撃させ。一つ目は、 重巡洋艦6隻、軽巡洋艦4隻、駆逐艦16隻で、第二艦隊司令長艦中将が率いていた。二つ目は、戦艦コンテディ・カブール、ジュリオ・チェザーレ、軽巡洋艦6隻、駆逐艦20隻で、第一艦隊司令長艦ニーゴ・艦表に中将が率いていた。イギリス海軍地中海艦隊は7月7日から8日に、かけての夜に、アレキサンドリアから出撃した。 出撃したのは、戦艦一隻、ウォースパイト、ロイヤル、サブリン、マレーヤ、空母一隻、イーグル、軽巡洋艦五隻、駆逐艦十六隻であった。出撃後、駆逐艦インペリアルが、機関の故障のため引き返した。また、用道として、サルデーニャ等のカリアリ空襲を行うためジェームズ・サマビル、中将率いる、H 部隊、戦艦バリアント、レゾリューション、巡洋戦艦、 フット、空母アークロイヤル、巡洋艦と駆逐艦13隻が7月8日に、ジブラルタルから出撃した。しかし、H 部隊は、空襲を行わずに引き返し、キロイタリア潜水艦の来撃で、駆逐艦エスコートを失った。7月8日、イギリスの潜水艦フェニックスが、イタリア艦隊を発見した。これにより、カニンガム大将は、イタリア艦隊の出撃を知った。 カニンガム中将はマルタからの偵察を命じ、発進した偵察機もイタリア艦隊を発見した。この日、イギリス艦隊はドデカネス諸島からのイタリア軍機による空襲を受けた。この空襲で、軽巡洋艦グロスターが、艦橋に命中弾を受けた。グロスターは艦長を含む18名の戦死者と9名の負傷者を出したが、予備の指揮所を使用して、戦闘を続行した。 イタリア艦隊は空襲で連合国艦隊に深刻な打撃を与えたと錯覚し、戦闘の準備に少なからず影響を与えた。イギリス艦隊の動向を知った、カンピオーニ中将は艦隊をイギリス艦隊の方へかわせた。一方、カニンガム中将は艦隊をイタリア艦隊とイタリア本土との間に入るように進ませた。また、この日の夕方にはイタリアの戦団が 目的地に到着していた。7月8日の夜に連合国軍は、イタリア軍の暗号通信を傍受、解読し、プンタスティーロから南東 105km の海上にいた艦隊に通報した。いくつかの情報は、イタリア艦隊が戦闘を避けるため反転する可能性を意味し、実際に、イタリア艦隊は、イタリア空軍の支援を得るために、連合国艦隊をより、 イタリア空軍基地に引きつける区北上する計画だった。一方でイタリア艦隊は最初の人形変更中に技量的問題が発生し何隻かの駆逐艦は燃料の補給のためシチリア島に向かわざるを得なかった。この時点で駆逐艦は計16隻となりイタリア艦隊はこの戦力減少を受けてタラントに駆逐艦グループの応援を要請した。 7月9日の正午時点で両者の艦隊は1 4 5トルの距離があった。速度の遅い戦艦ロイヤル、サブリンに合わせていた戦艦マレーヤの艦隊は距離を詰めることができず、カニンガム中将は戦艦、ウォースパイと単独で前進した。他方で13時15分に空母イーグルはフェアリー,ーゾードフィッシュ9機の攻撃隊を発進させて、イタリア艦隊の重巡洋艦を狙ったが、 いずれも戦果はなかった。連合国艦隊の巡洋艦はウォースパイとの前方に展開した。15時15分にイタリア艦隊の主力部隊を発見し、2つのグループは距離2万1500メートルで砲撃を開始した。イタリアの即挙に距離測定器は連合国艦隊の即挙儀より優れた性能だった。 連合国艦隊の距離測定は正確でなかったが、優れた照準により、効率的に集団が可能であった。双方の砲力は喫抗していると言えたが、2、3分も経過しないうちに、距離は2万メートルまで詰まり、連合国艦隊の射撃が優位に立った。15時22分に、イタリア艦隊の方火は連合国艦隊の巡洋艦を捉え、指揮官のジョン・トー・ビー・チは、 離脱を決めたが、ここで、ジュゼッペ・ガリバルディの射撃がネプチューンに命中した。命中弾は、ネプチューンのカタパルトと偵察機を破壊した。巡洋艦部隊は距離を開け、15時30分に、砲撃が止んだ。ザラ90巡洋艦と見間違えられ、安い、イタリア系巡洋艦の一グループは、連合国艦隊寄りに接近しており、アルベリコ・ダ・バルビアーノとアルベルト・ディ・ジュッサーノは、 ウォースパトの射程内にあって射撃を受ける可能性があった。しかし最適な位置にいながら戦艦、ウォースパイトは同系艦のマレーヤを待って旋回を行い、ロイヤルサブリンは未だに後方に位置していた。イタリア艦隊の指揮官イニーゴ・カンピオニ中将はウォースパイトを引きつけることを決意し戦艦2隻の行動が開始された。時分にジュリオ・チェザーレは ウォースパイトとの距離26,400メートルで放火を開いた。しかし、複数の艦艇が一つの目標に射撃すると、弾着がどの間のものなのかを見分けるのが難しくなという、ユトランド沖海戦の教訓から、イタリア海軍は一目標には一隻のみ砲撃できる、ことにしていた。そのため、コンティリ・カブールは砲戦に参加せず、マレーヤとロイヤル・サブリンに備えた。 ウォースパイトは二隻の砲撃を受けずに済んだが、連合国艦隊は、イタリアの戦術を知らず、ウォースパイトは、砲火を分散させて二隻どもに攻撃していた。ジュリオチザーレの正射のうち一つがウォースパイトを護衛していた、駆逐艦、ヘレワードとデコイに損害を与えた。15時54分に、マレーヤが、イタリア艦隊に混乱を起こさせようと射程外ら、射撃を開始した。 イタリアの重巡洋艦隊は15時55分にウォースパイトを目標に射撃を開始したが、連合国艦隊の巡洋艦隊が戻ってきたので、すぐに中止した。15時59分にジュリオチザーレの砲弾2つがウォースパイトの近くに着弾した。その直後にウォースパイトの 381mm 砲の砲弾1つがジュリオチザーレの後部艦板に命中した。 この命中弾は3 7ト、mm、ル、対空機関銃の弾薬に引火し、火災で発生したワイエンが機関室の吸気口に吸い込まれ、ボイラーの半分を停止しなければならなかった。ジュリオチェザーレの速度は18ノットまで下がり、コンテリカブールが前進した。ウォースパイトは2 4 0 0 0ル、26000ヤード以上も離れた地点で、ジュリオチェザーレに命中を出し、 今日の移動目標に対する最長の命中記録の一つとなった。ウォースパイトはジュリオ・チェザーレに渾身の一撃を加える優位に立ったが、後続のマレーヤが追いつけるように砲撃を中止して、再び旋回を行った。マレーヤの即居員は、イタリア艦隊が離脱行動を意図していることに気がついた。この時マレーヤからジュリオ・チェザーレへの砲撃は2500メートル。 2700ヤード手前に落下していることが、ウォースパイトの砲撃の観測から確認された。16時1分に、イタリアの駆逐艦隊は戦艦を守ろうと煙幕を展開した。戦い方に関して、現在もいくつかの議論があるが、連合国艦隊の戦艦は、離脱を選択する機会を獲得し、イタリアの駆逐艦隊は、煙幕内から魚雷の発射を試みるチャンスを作った。 もちろん、円幕の中でどのようにして目標を確認するのかということについても議論の対象となっている。イタリアの重巡洋艦部隊が連合国艦隊の戦艦に攻撃を仕掛けてくることは脅威だった。しかし、ウォースパイトの戦闘中に連合国艦隊の巡洋艦隊が反転し、重巡洋艦隊と戦闘を再開した。15時58分に、 フィューメが連合国艦隊に対して砲撃を再開し、リバプールと2グループのイタリア巡洋艦の間で戦闘が始まり、連合国艦隊の巡洋艦隊もそれに加わった。双方のグループが優位に立とうと放戦を続け、16時7分にイタリア巡洋艦のボルツァーノが3発の命中弾を受けて火事が故障し、一時的に進度が固定された。そこに駆逐艦。 ビットオリオアルフィエールが接触して損傷した。一方、ジュリオチザーレは被害を受けた4機のうち2機のボイラーを修理し、速度は22ノットまで発揮できるようになった。カンピオーネ中将は、コンテリカブールが連合国艦隊の戦艦3隻、空母と対峙していると判断、数的に不利なことからメッシーナへの交代を決めた。双方の艦隊の駆逐艦は魚雷を発射したが、 命中はなかった。14時40分にイタリア空軍の航空機126機が連合国艦隊を攻撃してイタリア空軍はウォースパイとマレーやイーグルへの戦果を報告した。しかし実際は連合国艦隊に損害はなくイタリア空軍機の50機が敵と誤認して味方のイタリア艦隊をも攻撃した。戦闘は双方が撤退し 16時55分に終了した。翌日の午後10時、シシリー島のアウグスタ港を空母イーグル搭載のソードフィッシュ級機が攻撃、駆逐艦、レオーニ・パンカルドを雷撃で沈めた。レオーニ・パンカルドは後に付与され、1941年12月に最終益している。戦闘後、双方の艦隊とも母校に戻った。連合国艦隊は、 護衛を引き連れて帰港する間に、イタリアの輸送船団は、無事にベンガジに到着し、曲がりなりにもイタリアは目的を達成することが来た。一方で連合国艦隊は、イタリア艦隊に対して、砲船で優位に立てるということが判明した。中破したジュリオチザーレの損傷は1ヶ月ほどで、修理されたが、連合国艦隊は自らに損害がなく、イタリアに勝利したと確信して宣言し、 宣伝戦,戦に注力した。逆に、イタリア海軍は、モラルの面で戦闘に臆病、ガンシャイであることが判明した。戦闘は引き分けだが、モラルの面で連合国艦隊が勝利した。タラントに停泊していた戦艦のうち出撃しなかった二隻は、戦場にに、3時間で駆けつけることができ、この二隻は戦局を優位に変えることができた。しかし、 イタリア海軍は護衛の駆逐艦なしで派遣することで主力艦隊の損失を懸念し投入しなかったとみられている。それらの艦艇なしでは戦力は均等であった。イタリア空軍についてはイギリスの航空戦力より優勢であり数も多かった。しかし大きな戦火報告をしたものの実際には連合国艦隊に対しほとんど打撃を与えることができなかった。 このことは、後に、イギリス海軍の大胆な作戦行動に、結びつくようになる。イギリス海軍、オーストラリア海軍、戦艦3隻、空母1隻、軽巡洋艦5隻、駆逐艦16プラス2隻。イタリア海軍、戦艦2隻、従巡洋艦5隻、軽巡洋艦8隻、駆逐艦16プラス3隻。楽しく、ご覧になりましたら、 高読と良いです。クリックしてください。